はい、こんにちは、シタロウです。前回のアザブダイヒルズ散歩に引き続き、本来の目的のオラファーエリアソン店に向かっています。正確に言うと、向かってるというよりは、来た道を戻ってるという感じではあるんですが、場所はこちらの塔で間違いはないようですね。ガイドマップによると NB と書かれていますが、地下にあるということなのかな。階段を登る必要性はなかったみたいですね。ということで、行きの時に見つけたエスカレーターで下に降りてみます。ここが1階だから、先ほどの坂をまっすぐ進むとここに出たんですね。ではさらに下に進みます。見つけました。ここのようですね。で、例によって事前に撮影の確認をしたところ、以前の虎ノ門ヒルズのギャラリーと同様に動画撮影も可能ということでした。ただ連続で1分以内というのと、またもうリュックは背中ではなく前にこう抱えて進んでくださいと言われました。 SNS での拡散も積極的ですね。こちらはサイトでもよく見かけるメインオブジェクトになるのかな。なんかこういう感じの 3D 作ってみたい気がします。こちらの作品は不具合が出ているようで、スタッフの方が一生懸命調整してましたね。この振り子が動いて先端についてあるロッドリングが紙に描画していく仕組みのようです。壁に貼ってあるものはこれで作られた作品ということでしょうか。この科学的に練られたデザインというか、宇宙空間をイメージさせられるような作品が多くありますね。そしていよいよメインイベントに入ります。ちょっとこの空間は暗すぎてカメラにはほとんど映らないかとは思いますが、ご了承ください。最初バチバチ言ってるのがソロボの反射の光にプラズマかなんかがスパークしてるのかなと思ったんですけど、だんだんこう目が慣れてくると、上から放射された水が床に当たって跳ね返っている音だというのが分かりました。
時折見える水の動きがこうすごく幻想的で面白かったですね。なかなかあの動画としてお伝えできるのは難しいんですけど、なんとなく雰囲気は分かっていただけるかなとも思います。ずっとこういるとストレスを感じさせそうな演出なんですけど、意外とそうでもなくて、設置されている椅子に座ってぼーっと眺めていたら、なんかむしろリラックスする気分になってきました。不思議でしたね。こちらはインタビュー動画を流している部屋になります。出品作品点数としては、まあ、そんなに多くはないんですけど、一つ一つのコンセプト、というかあの質感が良くて、作品単位でじっくり見てみたくなる、まあ、そんな印象を受けました。3月いっぱいで展示期間は終わるようなんですが、なんかこの麻布台ヒルズのイメージになった内容だと思うし、まあ、今回あの映像としてちょっと撮り損なってしまったんですけど、他の施設内からの天井から吊り下げて展示されてる作品もあるみたいなんで、このオラファー・エリアソンさんの展示物はまたこの空間で見る機会もあるのかもしれませんね。はい、麻布台ヒルズの施設の間には至る所にこういった中庭があります。それでは地下1階の中庭までテレポート。この階にはギャラリーショップやそれにこうつながっているカフェがありました。こちらはチームラボのプロダクト体験コーナーですね。そしてすぐそばにはレストランとギャラリーが一体化しているスペースがあります。まあ、レストランは予約制でこの日の食事はできなかったんですけど、ギャラリーは無料で開放されていました。やっぱりあのギャラリーといってもあのこの麻布台ヒルズでの扱いというのはあの絵画というよりはモダンアートをこの施設全体のテーマの一環として取り入れているっていうことが分かります。その横には、マンアートのスペースがありました。集英社が運営してるみたいですね。ここはあの一般公開してなくて招待状を持ってる人だけの提供場所になってました。どうやらブリーチをイメージした作品が置いてあるようですね。はい、そしてあの反対側には、まあ、こっち側はベルサイユのバラの原画風のイラストが飾られています。まあ、あの集英社提供ということで、あの他に、まあ、ワンピースをはじめとした、そういった作品を展示販売をしているようです。これもアートスペースとしては、まあ、一風変わった面白い取り組みですね。はい、そういったところでオラファー・エリクソン店をはじめとした麻布台ヒルズのアートスペースを見て回ってきました。いや、いいですね、麻布台ヒルズ。街とモダンアートが混在していて、すごく魅力的なところに感じました。エプソンチームラボもあるし、また来る機会もあるかなって思います。それじゃあまた別の散歩でお会いしましょう。さようなら。